どうも皆さんこんにちはアキアです冒頭の映像はいかがだったでしょうか、えー、ついにですねプラグインを作ってしまいましたはい。まあ、今回はそのね今回作ったシャッターパックというねプラグインについてご紹介できればなというふうに思っております 皆さんどんなプラグインかもイメージできましたよねこれはカメラで撮った写真の e グジ f データいわゆる撮影データを自動で解析をしてカメラとかレンズ情報を美しく一瞬でデザインしてくれるようなダヴィンチ・リゾルブ専用のプラグインとなっています、まあ、僕自身もねダヴィンチ・リゾルブの認定トレーナーになってからもう早34年ぐらいが経ちますがようやくですねダヴィンチ・リゾルブ専用のねプラグインを本格的なものをね作ることができましたのでちょっと満を持してねこれをリリースして発表させていただきたいなと思っております ますはいで今回作ったシャッターパックのプラグインに加えてもう一つあります。これはね次回の動画で、えー、紹介できればなというふうに思うんですけれども全く別のねプラグインをもう一つ用意していますのでこちらもね楽しみにしておいていただければなというふうに思っております。でさらにさらに今年中にね2025年のうちにねもう一つさらにねとっておきのね プラグインをねもう1個さらに用意していますので、まあ、今年は計3つですね、まあ、今回と次回で出るものとで今年中にさらにもう1個ね用意しているのでぜひね今後の僕たちのウェブサイトビジュアルパークもねずっとずっとチェックしていただければなというふうに思っておりますということでね早速このシャッターパックプラグインどういったものかっていうのをねご紹介できればなと思うんですがそもそもね前提でお話ししていきたいものがこれをですねこう販売していこうと思って作ったわけではなくてもうシンプルに僕たちのねチームアキアムービーとかの制作のワーク フローを本当にこう効率化したいそしてよりこう高品質にしていきたいっていうそういったところから起点となって始まったんですよねなのでここ数ヶ月ですね実際にこういろんなレビュー動画とかでも写真のね表示がめっちゃ良かったと思いませんかデザインもそうだしアニメーションとかさこうレンズシャッターが閉まるようなものとかあとはメカシャッターが切られるようなねものとか使ってたと思うんですけどこれら全部ね、まあ、開発をねちょっとずつやりつつやってみていたものだったんですよね でこれがあまりにもね良すぎてもうこれはぜひね皆さんにも使っていただきたいなと思って、まあ、この数ヶ月間ぐらいでねもう急いでこう商品化していったというような形になっておりますでねその本題のシャッタープラグインどういったものかっていうとえまずこれダヴィンチレゾルブ専用になりますので、えー、プレミアとかファイナルカットではまだ使えません一応ねプレミアプロは今後ちょっと作りたいと思っているんですよこのシャッターパック自体ね僕が1人で作ったわけじゃなくて他のねエンジニアチームの人たちもいるんですけれども、まあ、そこで会議してるところでプレミア版も作れそうではあるで のでちょっと作ろうと思ってるんですけどみんなどうですか欲しいですかプレミアとかフェイナルカット版もしねこの辺もコメントで要望あれば書いてもらえたらと思うんですが一応ね現時点ではダミンチルドル専用になっています。 でこのシャッターパックね、ね何がいいのかというところなんですけれども、まあ、カメラはね基本問いません。まあ、フィルムとかじゃなくてデジタルカメラになるんですけど、で他にも一眼レフでもいいし、ミ、まあ、ラーレスはもちろんスマートフォンとかねそういったものでも、まあ、カメラで撮影したら EXIF データっていうのが残るんですよね。なのでこうカメラの情報、レンズの情報、シャッタースピード、ISO、ISO カウとかそういったものが全部入ってるんですけど、基本的にはね。なのでそういったものをこう自動的にダヴィンチのプラグインでこう読み込ませて、でそれをパーっと、ね、出すというようなものになっています。 なので、本当に初心者の方でもデジタルカメラを使った素材であれば、もうプロフェッショナルなね、めちゃくちゃいいデザインをね、一瞬で出すことができるといった形になります。でしかも今回なんと17種類の、ね、プリセットを用意しています。なので、17種類の17パターンのプリセットを使いながらいろんな、ね、デザインを選んで、えー、使うことができるといった形になっていますで。しかもですね、カスタムしてプリセット保存ができちゃいます。えー、いろんなね、こう要素、まあ、例えば背景とか、えー、レンズ設定、撮影設定などのフォントとか、 あとはね、フィルムカメラのような日時をね、表示したりとか、そういったこともできるんですけど、あらゆるデザインをカスタマイズさせて、プリセット保存することができるんです。なので、一回ね、自分で好みで作ってしまえば、それを保存したらもうずっとそれを使っていくことができるし、なんとね、共有もできるようにしています。なので、こう、買った人同士で、えー、そのプリセットをね、共有して、えー、楽しんでもらったりとかもいいし、僕たちのようなね、こう、いろんなチームメンバーとして活動している人たちと、こう、いろいろとね、プリセットを共有しちゃうっていうこともいいですし、もう本当にね、これめちゃめちゃ便利でね、使いやす なっているはずですもう本当にね YouTube とかやってらっしゃる方分かると思うんですけど今までさカメラ名レンズ名とか全部調べてさで F 値もシャッタースピードも ISO もさこう情報を見に行ってさ一個一個入力してたじゃないですかあれら全部いりません全部いらなくなります自分でもうワンタッチでポンって出るだけですでデザイン ちって変えてしまえば、いろんな、ね、ものにできますので,で、それでいてデザインとかそういったところも全て僕が、ね、監修していますので、まあ、結構プロフェッショナルな視点で技術的信頼とかそういった付加価値っていうのを皆さんに、ね、提供できるんじゃないかなというふうに思っております。で内容物としては先ほど申しました17種類のプリセットはもちろんですが、ジェネレーターという、ね、シャッターパック本体が必要になります。これも、ね、入ってるんですけど、まあ、ジェネレーターを、ね、1つタイムラインに生成してあげて、そこから写真データを1つ選んで、 読み込むとそれだけで展開されますでさらにですね10種類のトランジションを含めております ちょっとね見てもらいたいんですけどこんな感じの、ね、レンズの、ね、絞りが開閉するようなものとかあとはメカシャッターが、ね、開閉するようなものもあるし炎のような、ね、トランジションであったりとかスライド系はもちろんズームインとかもできたりしますし次のページに行くようなアニメーションであったりとか紙が破れるようなアニメーションもありますしでカメラのフラッシュのような、ね、ものもあったりするしさらには、ね、新聞が、ね、切り替わってトランジションできたりとかね、そういった こういろんなねトランジションこれら全部10種類のものをね自由にお使いいただくこともできますこれらがね全て入った状態のパックとしてねお届けするといった形になりますでインストール自体もめちゃめちゃ簡単です今回 DRFX というね特別なファイルにねして提供しますのでこれをねダブルクリックしてもうインストールするだけでファイルがすぐにね展開をされますその他で言うと PC 自体にねフォントを取り入れる必要があります今回ねフォント自体を提供するのでその提供しているフォントをまずは PC に読み込んでもらうっていう 別で必要なのとあとね、ちょっと一部のファイルをね、特定のところに入れてもらう必要があるんですけど、それ1個だけね、やっていかないといけないんですけど、まあでも全部合計で、ほんと数分で、まあ2分ぐらいで全部で、ね、インストールも終わるし、えー、これらね、インストールガイドとかも、えー、リードミンを用意している、まあ取扱説明書みたいなものを用意しているし、あとはね、えー、僕がしっかりと解説をね、した、みっちりとね、えー、細かい仕様解説、技術解説をした動画もね、限定で見ることができるようになりますので、まあインストールもね、めちゃめちゃ簡単にね、絶対にね、できるかと思いますので、えー、こちら 安心していいただければなと思いますでそしてですね iPad 版には対応ができませんでしたちょっとここはねちょっと使用上難しくてどうしてもできなかったんですけどただですね PC 版のダヴィンチリゾルブであれば無料版でお使いいただくことができますので無料版の、ね、ダヴィンチリゾルブを使ってる方でも安心してお使いいただければなと思いますで今回ね何気にすごくねこ,うこだわったところで言うとショート動画コンテンテツにも対応させていますここね結構僕的には絶対やりたかったところで要は縦動画にもね対応していますプリセットが シュ種類があって1から12番までは横動画に対応したプリセットで21から25番までのプリセットは縦動画に対応したねものになっていますなので縦型でもね複数デザインをね用意しておりますしまあこれらを使ってねインスタグラムのリールとか TikTok とか YouTube ショートとか自由に作れるので良かったのでショート動画コンテンツクリエイターの方とかもめちゃめちゃ使ってほしいなと思っております実際にね僕もこうインスタグラムのリールとかでこう撮影にね出かけたりするときに写真をねパシャパシャこうね載せるようなリ を作っていたりすするんですけどあれもねちょっともうくさかったのがもう全部自分のねカスタマイズですることができるようになりますしでもちろんショート動画の、えー プレイセットも保存して共有するることができるのでもうショートはショートで作っていってショート界隈で共有したりとか横界隈ではそっちを使ったりとかいろんなことができますのでここはね結構本当にあのお使いいただいてほしいなというところですね。と、まあ、いう感じで、まあ、結構ね魅力が伝わってきたのではないかと思うんですけど一応ね実際の動作感をね軽くお見せしたいと思います。 はい、ダヴィンチ・リゾルブを、ね、開いていくと、こんな感じになってまして、基本的に、ね、ツールバーの中からです、ね、ツールボックスを開くと、インストールを、ね、すると、なんとこのビジュアルパーク専用の、ね、フォルダが、ね、勝手にできます。これ、ね、あのインストールすれば勝手にできるんで、ここめっちゃ簡単ですでえ。ジェネレーターの方ですね。ジェネレーターのビジュアルパークの中にこのシャッターバックが入っているので、これを、ね、ジェネレーターを1個出してあげますとで。これでブラウズ、コントロールからブラウズで、でまずは、ね、使いたい写真を1枚選びます。 はい、これがいいかなはいこれかな。で「ロード」を押してあげるともう一瞬で。 できます <laughs> どうですかこれすごくないですかめちゃくちゃすごくないですか <laughs> で、えー、ここのプリセット欄でいろんなねプリセットを使うことができますのでこれで、えー、他のねプリセットとかを設定してあげると一瞬で他のねものに切り替わるといった形ですね。で、えー、今回このカメラは、えー、ソニーの 7IV で撮って 50mmF1.2 で撮りました GM で 50mmF1.43200 分の1秒で撮って IS を50でしたっていうのが出てきます。 はい、でですねめちゃめちゃいろいろカスタムできるんですよ、まあ、まずクリップとかをね自由に配置をすることもできますしあとこのボーダーですねここのクリップのね、はい、枠とかも決めれるしチェキ風っていうものをすると下をね残して。 作ることがでできますのでなのでこういう風にちょっとチキっぽくここにねメッセージを残してもいいと思うしあと日付をオンにね刺したりとかもできたりしますしあと背景とかですねえ背景プリセットもね含めていますのでペーパー系とかねはいちょっと紙が変わったの分かりますかねはいこういったものとかはいこんな感じで変わってるんですけどであとねクリップをしようというものを使えばこの写真自体がねえ背景になりますので これでですね例えばちょっと大きくしてあげてブラー強度を高めてブレンドとかもねでちょっとねこの辺の、えー、明るさとかも調節してあげてこれをあとはぼかしてあげればはいわかるかなこういった形で背景がすごくねいい感じになりますでもちろんですねこういった EXIF とかの情報を全てですね あのフォントとかも変えれますし、カラーもね変えれますんで、大きさも変えれますしこういろんなものにね変更させることができますので、この辺は全部できます。このねボーダーとかこういった装飾とかも高さとかいろいろ決めれるようになってますので、いらんかったらオフにすればいいので、本当にいろんなねことをえカスタムできるようになっております。これらをえここのねプリセット保存で例えばプリセット。 例えば41番とかで保存してあげるとまたね次回使うときにここの41番を使ってあげればこれをねすぐに使い始めることができるといった形になりますでですね今ね同じようなプリセットを反映させてもう1枚置いたんですけどトランジションですよねトランジションももう本当に簡単にね使うことができますこの中から、はい、ビジュアルパークのトランジションにアクセスをしてもうこれをねここに入れるだけですこれだけではい ですかこれ <laughs> でこのねトランジションもまあ再生自体ねそんな重くないようにすごい頑張りました当初ね作ってる時めっちゃ重たかったんですけどこの辺の軽量化もね実現できましたので是非ねこの辺使っていただきたいなと思ってます、えー、このリップ・ザ・ペーパーとかやるとこの紙がめくれるとかねはいできますんでもうすごいねコインストラね編集ができるんじゃないかなと思います はいいとう感じですねで、えっと、価格に関してなんですけれども、まあ、今回、ですね本当にこういつも、ね、応援してくださる方へのこう感謝というか、えー、そういった気持ちとして、えー、今日から、えー、この、ね、リリースのタイミングから3日間限定で、えー、15%オフで、ね、販売しようと思っております。まあ、ビジュアルパーク、ね、セール自体本当に全然しないサイトではあるんですけれども、まあ、本当にこういつも、ね、見ていただいているからこそ、まあ、こういったところも、ねえー、たくさん開発することができたりとか、えー、いろんなこ,う、ね、ことを展開できるようになってきておりますので。 ちょっとね感謝派特別セールというところではないんですけれども、まあ、初回限定でね特別に15%オフでね販売しようと思っております、まあ、詳しい価格はねちょっとウェブサイトの方をね見ていただいてっていう形にはなるんですけれどももしよければね是非この機会にお買い求めいただければなと思っておりますまあちょっと価格に関して、まあ、値段のところで言うと、まあ、もしかすると人によってはねちょっとするなあっていう感じで思ってしまうかもしれないんですけれどもただね開発もねかなり時間がかかった必要だったっていうのと、まあ、僕だけじゃないねいろんなこう演奏が エンジニアの、ね、方にもね、協力を得ているっていうことであったりとか、またはこう商用利用もね、していただけます。はい。なので、いろんなこうね、こう実、実製作か、実製作かもちろんですが、いろんなこうね、お仕事として使っていただきたいっていうところもね、踏まえた上でもありますし、またはね、一回購入していただければ、もうずっとずっと使えるし、複数のね、デバイスでまたいで使うこともできたり、一応しますので、まあ、PC 2台持ちの方ももちろんですし、あとはプリセットのね、共有とかもできるようになってますので、まあ、そういったところも考えると、まあ、十分ね、 はい、なってますので万人受けするようなものではないんですけど必要な人にはめちゃめちゃ、ね、刺さるものだと思ってますので。 はい、なので、まあ、ちょっとね、そう考えると、まあ、僕の中ではむしろね、お買い得な価格設定なのではないかなと思っています。本当にね、めちゃめちゃいいものなんです。変な話、これをね、作ってこう、一番嬉しいのが僕たちなので、<laughs> 本当にこう、たくさんのね、これからの動画で、ね、僕たちが作っていきたい、使っていきたいっていうね、思いを込めて作ったものではあるので、うんまあ、それにね、共感いただけるような方、使ってみたいなと思ってくださった方はね、ぜひちょっと購入していただけるとね、すごく嬉しいなというふうに思っております。でですね、海外対応に関してなんですけれども、えー、現時点では、 日本とアメリカ在住の方が購入することができるようになってますこれちょっとねビジュアルパークのねサイトのシステム上によるものなんですけれども、えー、ただ随時ですね、えー、次韓国でもね、えー、購入が可能になるようにね今調節しておりますので、えー、韓国の皆さんもう少しねお待ちいただければ嬉しいなというふうに思っていますでインストールした際に英語版のね説明書とか説明動画もね、えー、入っておりますので、まあ、アメリカ在住のね方とか、えー、日本人以外の方でもお買い求めいただくことができますのでちょっと住所登録がね日本かアメリカか、えー、今後か 韓国っていうところで順番の、ね、対応にはなるんですけれどもぜひねその地域の方も購入していただけると嬉しいなと思っておりますで最後にですね、えー、何点か注意点とか対応範囲っていうものをねお伝えしようと思いますちょっとここすごく大事なんで、えー、ぜひねしっかりと見ていってくださいまずロー写真と皮膚に対応しておりませんはいろう、まあ、一部できなくはないんだけどちょっともう一応ねこう非対応とほぼ一緒だと思ってますので、えー、基本的には JPEG 写真のみと、えー、認識していただきたいなと思っていますなのでまあ取っ手出しっていうのも もちろんですが基本的には現像したものとかを使っていただきたいなと思っているのとあとこの、ね、プラグインを使うと、えー、連番ファイルの、ね、処理の関係で、えー、複製されますデータがさらに、ね、新しいフォルダが、ね、自動生成されてそこにもう1個、ね、複製されていくのでちょっと、ね、そこら辺の、ね、ことを理解しておいていただきたい、まあ、特に、ね、何も問題はないんですけれどもちょっとこう若干容量が、ねまあ、その写真が、ね、複製されるので、まあ、そこは、ね、ちょっとありますで iPad 版には非対応ですであとマニュアルレンズは一部表記がされませんやっぱり カメラの電子接点で、ね、F 値とかって認識しているので、まあ、そういったレンズ自体にこう電子接点がないオールドなものとかを使っているとそこら辺一部、ね、表示されなかったりしますのでそこはちょっと注意が必要です。 ただまあ僕の l i カ a m 1 0とかってまあシャッタースピードと ISO はもちろんねカメラの情報として出るんですけどなんかカメラがねまあ大体このぐらいだっただろうみたいなレンズを通したね光と外部のセンサーがね受けるこの光のこう差分みたいなのを計算しておおよそのね絞り値っていうのを記録してくれてるんですよねなのでそれを表示させることができるのでまあちょっとズレは生じやすいんですがまあこの辺はカメラによっては変わってくるんですけどまあ一応ねあの完全デジタルじゃなくてもカメラによってはちょっとね一部うまくいくっていうところもあったりするので。 まあ基本的に、ねえー、まあそういった仕様になるということをご理解いただければなと思っております。はい、で万が一、ね、エラーとか不具合が出たら、えー、ビジュアルパークの、ね、オンラインショップから問い合わせの、ね、フォームがありますので、こちらに問い合わせいただければ、個別で随時、ね、対応させていただきますので、まあ、もし、ね、何かあれば、こちらに、ね、お問い合わせいただければと思います。まあ、質問事項とかでも大丈夫なので、お気軽に、ね、お問い合わせいただければと思っております。はい、ということで、今回いかがだったでしょうか、いや、本当に嬉しい限りですよね。初めててののプラグンを出し次の動画で、まあ、多分 明日ぐらいに上がると思うんですけどもう一個ね、全く別のねものが出ますので、そっちはね、もうカメラとか関係ない、本当に純粋の編集用のね、ものがね、プラグインもう一個ね、リリースしますので、そちらもね、ぜひ楽しみにしていただければなというふうに思っております。で、さらにさらに今年でね、もう一つ出るんで、これがね、多分一番こうヘビーというか、もう本当に今めっちゃ時間かかってて <laughs>、それのね、こう制作もめちゃめちゃ頑張ってるっていうところではあるんですが、そういったものもね、作っていますので、ビジュアルパークのね、オンラインショップ、ぜひね、今後も注目していてください。 僕自身も,、ね、もう6年くらい YouTube やってる中でもうあこういったものがあればいいなああいったものがあればいいなっていうそういう僕の不満ポイントから生まれた、まあ、ビジュアルパークに、ね、ある製品って,って全部もう僕たちがこうしたいよねああしたいよねっていうものの思想で集まった商品たちなんですよなので本当にお世辞抜きで僕たちが一番使ってるんですよね、えー、パワーグレードにしてもラットにしてもプリセットにしても今回のシャッターパックにしても一番ヘビーユーザーはもう間違いなく僕たちですもう日々のコンテンツに使ってるうんなので、まあ、そういったこう僕たち ちのね、ね、制作ととと用途が似ている方とかちょっと、ね、僕たちのような映像を作りたいって思ってくださる方はね、えー、ぜひ、ね、このプラグインたちをね、使っていただければすごくね、嬉しいなという,ふうに思っております。で、ビジュアルパークでね、作っていくプラグインに関しては日本人向けにね、 基本本作っていますのでで海外テイストとかではなく本当に日本人が、えー、好きな編集、日本人がやりたいね、えー、表現っていうものをベースにね、組んでおりますので、まあ、特にね、日本の方たちに、えー、よりね、使っていただけると僕たちはね、すごく嬉しいなというふうに思っております。で、プラグインね、作ってるんですけれども、たくさん開発者にしていこうと思ってますので、もしね、何かこういったものを作ってほしいっていう方がも、ものがあればね、ぜひコメントでいただければなというふうに思っております。ということで、今回この辺にしたいと思います。最後ね、もう一度ハイライト映像をね、 見て終わりたいと思いますでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ